こんにちは、ちおちゃんのお時間です。今回は世界に存在する恐ろしくそして不思議な湖を2つ紹介します。ちおちゃんでは世界の興味深いことを分かりやすく解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。ナトロン湖、まずは生物たちのミイラが眠るナトロン湖を紹介します。ナトロン湖はアフリカ・タンザニアにある強アルカリ塩湖です。湖は毒々しく赤い色をしており、このため炎の湖などとも呼ばれています。またある写真家によって撮られたこれらの写真から、生物がこの湖に一歩でも足を踏み入れるとたちまち石化してしまうという噂が流れ出しました。ですが実際にはすぐに石化することはありません。これらの写真は写真家が湖のほとりに打ち上げられていた動物たちを拾い上げ、まるで今も生きているかのような構図に配置して撮影したものです。ではなぜナトロン湖ではこのような生物が見つかるのでしょうか。この湖には流れ込む川があり、また湖の底や周辺から吹き出す熱くソーダ分に富んだ湧き水も湖水を養っています。しかし流出口は地表、地下ともになく、水の損失は蒸発のみによって起こります。またここはタンザニアの標高の低い半乾燥地域にあるため、降水量は極めて少なく年間800ミリメートル未満です。日中の気温も高く、しばしば40度を超えます。このような熱く乾燥した環境のため、湖の蒸発率は高く、塩性の土地から継続して塩分が流入するため、湖水の塩分濃度は極めて高くなっています。これらのことからナトロン湖の湖水は少なくとも 8% もの塩化ナトリウムを含んでいるのです。このように塩分濃度が高いため、ここで死んだ生物は腐敗が止まり、塩漬けのような状態で全身がきれいに保存されます。そして湖水の蒸発により遺骸が地表に露出し、乾燥することで石化したような姿になったというわけです。ナトロン湖の大きさは降雨量によって変動しますが、最大で長さ 57km、 幅 22km になります。これに対し水深は浅く 3m 以下です。乾季の水が少ない時期、湖水の塩分濃度が上昇し、抗塩性微生物が繁殖を始めます。この抗塩性微生物には卵巣類が含まれています。卵巣類は水中で成長し、植物のように光合成によって自らの栄養分を得る微小生物です。これらの卵巣類などが持つ赤い色素が湖一面に広がる深い赤みを生み出し、浅瀬をオレンジ色に染めているのです。湖面に出たアルカリ塩の固形物も湖に住む抗塩性微生物によって赤やピンク色に染まります。また結晶化したソーダ分の塊は丸く成長しながら湖面に不思議な模様を作り出しています。ナトロン湖のアルカリ性はアンモニアと同程度で、熱水泉の近くの泥の中は摂氏50度に達する上に、雨が降った後は塩分濃度が突然に変化します。このように暑くて環境が変わりやすいため、ほとんどの生物がここで住むことができません。しかしこの環境に適応した少数の生物がいます。湖の周りの干潟ではコフラミンゴとオオフラミンゴの大きな群れが生息しています。コフラミンゴは湖の浅瀬にいる貝足類を食べます。湖の塩分が増加すると卵巣もその数が増えてゆき、より多くのコフラミンゴの巣を養うことができるのです。ナトロン湖は絶滅の危機が心配されるコフラミンゴが継続して繁殖を行う唯一の湖になっており、250万羽ものコフラミンゴがこの湖で繁殖をしています。オオフラミンゴにとってもナトロン湖は重要な繁殖地となっています。厳しい環境が彼らの捕食者たちの侵入を防いでいるのです。フラミンゴの体色がピンク色なのはこの湖に繁殖するスピルリナという藻類を食べているからです。このスピルリナがカンタキサンチンやベータカロチンを多く含んでおり、これがフラミンゴの体色をピンク色に変えています。ナトロン湖にはたった一種のキクラカの魚類、オレオクロミスアルカリクスが水温36度から40度の湖岸の熱水泉流入口に生息しています。この魚は高い水温、遠征とともに降雨後の急激な水質の変化にも耐えられるように適応しているのです。約5000から6000年前の雨の多かった時期以降、ナトロン湖は乾燥した環境の中で縮小を続けており、
やがて湖は枯れ、最終的に草原になると推測されています。ルーク君どこ。続いては大量の骸骨が眠る湖を紹介します。ルーク君どこはインドのヒマラヤ山脈山中の標高5029メートルにある氷河湖で、人が居住できるような環境ではありません。しかし、この湖には不思議なことに、約800体もの骸骨が眠っているのです。このことから地元では神秘と骨の湖として知られており、また最近ではスケルトンレイクとも呼ばれるようになりました。この湖は窪地にあり、水深は浅く2メートルほどで、雪が溶けると湖底に白骨化した人の遺体が見えます。これほど多くの骸骨たちがなぜこのような山の上で亡くなったのかはこれまで不明でした。地元の言い伝えでは、カナウジの王ラージャ・ジャスザバルが身をもの妃ラーニバランパと中社や舞踊劇団その他大勢を引き連れてナンダ・デビー寺院に巡礼に向かったところ、ひどい暴風雨に巻き込まれ、ルーク君どこ近くで全員亡くなったという伝説があります。ナンダ・デビーはインド第二の皇后で、サンスクリット語で祝福された女神の意味を持ち、ヒンドゥー教の聖なる山として崇拝の対象となっています。現在も周辺の寺院では毎年儀式にのっとって定められた日付にナンダデビー祭が行われます。ナンダデビー祭ではトリシュル峰まで行く巡礼が21日間にわたって行われ、何千人もの人がこの巡礼に参加します。標高5000メートルを超える雪原の巡礼路の途中にはこのルーク君どこもあります。2019年8月20日、研究者はこの湖にあった38人分の人骨のゲノム解析を行ったと学術誌ネイチャーコミュニケーションズに発表されました。この解析の結果、38人のうち23人は南アジアに祖先を持ち、7世紀から10世紀にかけ1回から数回の出来事で亡くなっていたことが分かりました。しかしその他の14人は地中海のギリシャとクレタ島に、もう一人は東アジアに遺伝的祖先を持つ人々だったのです。彼らは南アジアのグループが亡くなった約1000年後に一度の出来事で命を落としたと考えられています。ですが、なぜこれらのグループが地中海から遠く離れたルーク君どこまで来たのかは謎です。武器や戦闘の痕跡は見つかっていないため、争いがあったとは考えられません。また死んだ時の健康状態も良く、伝染病の可能性もないといいます。地元の民謡の歌詞に、巡礼の時王の一行は踊り手の少女たちを連れてきて神聖な場を汚したため、怒った女神は空から鉄の玉を落として一行を襲ったとあります。そして王の行列に使われたのと同じタイプの日傘が人骨に混ざって見つかっています。このことから推測すると、これらの骸骨は激しい嵐に遭遇して亡くなった巡礼者たちなのかもしれません。また人骨の中には頭蓋骨を骨折したものがあり、大きな氷が降ってきたのが原因だと考えられ、これは女神が落とした鉄の玉を示唆していると思われます。しかし地中海のグループが巡礼にやってきたとしても、ルーク君どこは単なる通過点に過ぎず、長く滞在するような場所ではないといいます。このようにルーク君どこの骸骨の真相にはまだまだ謎が残されているようです。皆さんはどう思われましたか？コメント欄でご意見をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。